たいやきありがとうございます。たいやきたいやきたいやき、昨日だったっけ、昨日かこのたい焼き見てたら食べたくなってたい焼きを買ったんですよ。たい焼き買って食べたんですけど、そしたらサラピ様からも食べたものの写真が来て、たい焼きが含まれてた。めっちゃおもろい、影響されてる、結構相当。あんことかそのたい焼き自体が嫌いじゃなかったら食べたくなっちゃう。そう、そこに入ってたから愛想も写真送って、ショールームのせいやな。たい焼き食べたくなったなっていうことにしました。こんばんは。リップ赤い、赤く見えるね、なんかピンクのつもり、ピンクのつもりないけど赤く見えるかも。こんばんは、たい焼きありがとう。乃木坂公式ライバルってそういう名前のグループなんですか。曲の名前かと思った見たけど、僕が見たかった青空、曲の名前っぽい、ね、こんばんは、フォローしました、初訪問ありがとう。 ST48 の宮下梨沙です。右上のハートを押してルームフォローお願いします。イエイ。マリナちゃんに会いました。でこちらをプレゼントしていただきまして、じゃじゃん、これやばい、かわちすぎる、これえぐいぐらいかわいい色、一個一個にディオールって彫られてるやつ初めて見たかもしれない、すげーやったー、いっぱい使いまーす。マジかわいいやが、これ嬉しい。今日はずっと私が行きたかった、気になっていたカフェに連行した。連れて行った。
カフェとか全然ね行ってなかったんですけど、気になってたところがあったので、普通にそこに行きたいなと思って連行しちゃいました。まあね、そうカフェは普通に歩いて行きました。30分ぐらい。たゆきありがとう。徒歩こんばんは。でめっちゃ雨とか降り出したけど、ちょうど店内にいる時に雨が降ってって感じ。歩いてる時はめっちゃ晴れめっちゃ晴れで、中にいる時にめっちゃ雨降ったけど、帰ろうってなる時にはもう小雨ぐらいになってて全然大丈夫でした。変な天気って感じで。今日はどれくらい歩いたのでしょうか。お、1万歩は超えてました。1万25歩歩いたそうですめっちゃ暑かった。普通に歩いてた時はね、晴れすぎてて、しかも雨降ると思ってたからさ、日焼け止めとか塗ってなくてやばいよねって感じでしたけど、まあ、まあまあまあ、南海道、四国ね、四国は行きたいですよ。四国、香川にね、香川にあのマネージャー、元マネージャーだった仲良ぴの方行っちゃったのでね、香川で遊ぼう約束はあるんですよ一人でも、まあ誰か連れてでも香川行きたい。たい焼きありがとう。訪問ありがとうございます。今日行ったカフェは明日載せようかなって感じです。真っ黒黒カフェうん黒カフェ、たい焼きありがとう。
がとう。僕が見たかった青空ってすごい、ね、絶対曲の名前やろ絶対曲の名前やろ。フォローしました、ありがとう。こんばんは。オレオクッキー、そう、チーズケーキとワッフルって感じ。飲み物の種類とかもなんか死ぬほどあって迷いましたけどすごいなんかすごいところでしたしかも周りとかは何もない、周りは何もなくて、そこをなんか本当にあんのか不安になりながら歩いたけど、そう、街中とはちょっと外れたところにポンってある感じのとこでした。まあね、そこ行った場所とかはねもうねどうでもいいんですよそう、連れて行っておいてね、私が行きたかったところがたまたまあったっていうだけであって、そう、マリナと久々に会えたっていうことに意味がある。こんばんは。人は普通そんな多くなかった。マジでこのもんじゃ焼き食べたぶりなので、12月にもんじゃ焼き食べたぶりなので半年ですね。半年あってなかった。それは相当それは相当相当。どうもありがとう。楽しかったですよ。とても本当は普通にその第一候補はユニバとかそういうもう旅行系しようっていうあれだったのに、レッスンが入ってしまいまして、私がね明日行けなくなってだったら、そう、いつもさあ ST の時も広島でしか遊んだことなかったけん、山口で遊ぼうってなって山口のおしゃれカフェとか行きたいとこが一個あったんやけど、そこが木曜日閉まっててみたいな、山口デート予定もまた今度にしようって結局広島になったんですけど、そう、たい焼きありがとう。そうそうそう、ユニバマジでね1年以上行ってない以上言っとらんです。ドラえもんと純粋だとれるドラえもんドラえもんは
いつでもツーショット撮れるんやけど、あいつ家にあるチャビーのおもちゃ。たゆきありがとう。乃木坂の公式ライバルなんかやってたよね、番組 AKB さんが乃木坂に越されましたみたいな、やってなかった。そう、ありがとう。たい焼きありがとう。こんばんは。そこでもうあれなんてそういうことになったんやね、わからんけど、うん、こんばんは。フォローしました、ありがとう。ありがとうね。ユニバ、ユニバってすごいね、大人になっても楽しめるんですね。行く？行きますか、ユニバとか。だってね、年パス買ってましたよ、マネージャー陣が。びっくりじゃない。アイサでも年パスは買ったことないのにそんな行くみたいな、そんな行くってなってる。もうあったら行くかもしれんけど、まだ買ったことはないんですけど、なんか買ってましたね。2までバイト大変そう変気大変そう。こんばんは。ピこんばんは。一人っ子じゃないですよ、私は兄弟います。ね、このさ、マニアック質問は何なんですか？どう、なん、なん、どこ？ルオアシスも知らないし、全部知らない。こんばんは。どうもありがとうございます。右上のアートして、ルームフォロー。お願いします。
ね、ウェディング、その話もしたよそう、その話もしたよ。マリナは普通に何だ、なんかの仕事のあれかと思ったけど、普通にお姉ちゃんに撮ってもらったらしい。かわちがった。そう、なんか STU もやったよって言ったら知ってたよ、知ってて気まずかったらしいかぶったからさ、みんなオフショット上げていくあれとびっくりしてましたね。ゾウもありがとう、あとありがとう、ワッフォー、ワッフォーうまかったよ。こんばんはそう、すごい気合い入ってました、生写真に。ね、びっくりだよね、普通にね。6月とか何あったっけね、今まで。レインコートとかじゃない去年カッパみたいな着たよね、傘持って。あれが今年はウェディングドレスになったなんてすごくね、すごくねーか。主権です、ありがとうございます。48のミネシャリサです。右上のハートしてルームフォローお願いします。こんばんは、ハートもありがとう。こんばんは。で、こんばんは。普通に東京で遊びたくなりましたね。東京。東京。でもなかなかさ、もう。そういう、なんだ、東京でなんかお仕事があるから行って、ホテル2泊3日とかで真ん中の日空いてますとかさ、そういうなんか素晴らしく都合のいいなかなかもうない気がするんだよね。歌番組の時とかにありがちだったけど、お昼からもう空いてますとか、だからもう普通に自分で東京まで行ってマリナと遊びたいなと思いました。ハートたい焼きありがとう、ありがちょん。ドライブね、ドライブもいいけど、あり、じゃ、あり、あり、じゃ、あり、ドライブ、ドライブだったらこっちの方いいけどね。そう。
プレゼント届いたらしい。嘘、嬉しい。久しぶりにプレゼントもらうかも。ありがとうございます。最近特に別に何行事こういうあれみたいなのがなかったからさ、最近プレゼントもらってないんですけど、ありがとうございます、嬉しい。人生は楽しまないとだね。楽しまないとダメな。そう、たい焼きありがとう。さほうもありがとう。そう、マリナムさんもね、東京にいても東京で休みの日とか何してんのって言ったら、普通に東京で休み何も予定が、誰かと遊びに行くとか何も予定がなかったら東京にいんのに家でアニメ見るらしい。なんでやねん、ほんまに、ほんまになんでやねんね、連れ出さないとダメですね。たい焼きありがとう、いっぱい。わーい。連れ出してね。東京楽しまないとダメだよ。君柄のルームで信じられないって言われてるの、なんでだよ、なんでだよ。そうも、ありがとうございます。そうも、ありがとうねえ。舞台も終わった、お疲れーション。TikTok でさ、なんか動画回ってきて、あゆみの舞台が始まったやん、ニアジョイさん。あゆみの舞台見に行こうよって思ったけど、マリナと。でもあれ1週間連続でやるやつなんだね。だから今週の日曜日までで終わっちゃう。それはマジかって感じ。来月とかもちょこんってある系じゃなかった。1週間ぶっ通しでやって終わりみたいなやつだったから、いけないや。たい焼きありがとう。東京長く住んでいたらならないでしょ。1年でしょ、まだならないでしょ。うん、そうもありがとう。普通に観光名所的なやつ行きたいですね。浅草とか、うん、浅草、鎌倉あるよね。鎌倉、そうもありがとう。こんばんは。
鎌倉ディズニーシーの方に行ったことないらしい。シーの方が楽しいやん。どっちかと言ったら分からんけど、2回しか行ったことないけん、あいつも2回ともどっちも行ったからさ、ランドもシーも行ったからあれだけど、シーの方が行くねと思ってたから、シーの方もね連れて行ってみないとですね。花屋敷、花屋敷何？花屋敷遊園地系？なんだこれ？なんだこれ？レトロな遊園地。すげえ。たい焼きありがとう。し、強風で、ああね、そういうのあるよね。ディズニー泊まりがちだし、乗り物泊まりがち。ボロくて怖い、逆にね逆にね。こんばんは。ハートありがとう。浴衣で一緒に遊ぶ企画でえ、遊園地に浴衣で行くの、おかしくないそれ遊べんの、わー面白い企画ですね。大阪ね、来週は大阪来週か、来週の土曜が大阪です。こんばんは。絶叫系、絶叫系は楽しめますよ。絶叫系楽しめないさ、友達ができたことはないかもしれない、まだ。くそ、から全然行っちゃおうぜー、イエーイって感じやけど本当に無理みたいな感じだったらさ、楽しめないよね。そうかーなっちゃう。こんばんはウケる。どうもありがとう、ありがとう。
バンジージャンプはいいんですよ、別にプライベートでやんない。やる人いる、いるか、どっかにいるか。バンジージャンプがよっ、ロケでやらない限りはやらない。うん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 、そうもありがとうありがとう。あとありがとう。日記受けが無理なことにそこで気づいた、最悪やん、最悪だな最悪だな。それはダメですね、そういうノリ悪い系はダメですよ。からんけど、無理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 とか言いながら、そう、無理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 とか言うけど、とか言いながら乗る人じゃないとね、こっちが無理って感じですね。ハートありがちょう、ありがちょう。そっか、プライベートでバンジーする人はどういうシチュエーションどういうシチュエーション、なんてやん、どういう流れでそうなるんやろうね。すごくない？ハートありがとう。エキストラ足りずに絶叫系のどういうこと、おもろ、こんばんは、パパの日は何かプレゼント、いつですかそれはいつ、いつだっけ。パワー、なんだろうね、ゴキブリジェットとかにしようかなめっちゃくない、やっぱもうね、最悪なことに昨日、昨日か、昨日お風呂場に出たんですよ。最悪だったマジで、もう出る時期じゃないですか。だからちゃんとこれから捕まえれるのはパパしかいないので、そういうのプレゼントしようかね。どうぞよろしくお願いします。これからも18、もう3日後じゃねえかマジで最悪、生きれなくなる。たい焼きありがとう、ゆきちゃん。好きなポーズ、好きなポーズなんだろうね、なんでしょう、愛さん。こんばんは、ギャールじゃない、イエーイ、
それで言うとね、のんちゃんに会った時めっちゃおもろかったよ、のんちゃん。嬉しい、久しぶり、イエーイって感じ。マジおもろい、面白かったです。ギャルの感じで面白かった。久しぶりに会った瞬間のね、ノン様がイエーイって感じ。かわちい、相変わらずノン様もマリナ様も可愛かったです。え、プレゼントされたら G で買ってくれるんですか。全然いいよ、そんなの。だってマジ怖いもん、何匹潜んでるか分かんないじゃん、マジで怖い。第一発見者いつも愛さなんだよね。なんならさ、オンラインお話し会の日あったじゃん、あの時にさ出たの会場で、マジ最悪だって、最悪すぎた。愛さんのこの陣地、愛さんの机からなんかブヨーンってめっちゃ速く歩くの物体なんか見えて、パッてなんか分からんけど下見たら、そう、れで見つけました。私が最悪でしょ、マジ最悪。そこでも見たし、家でも見たし、もう出る時期案件ってなって、マジで最悪です。最悪を極めてます。こんばんは。キミチカが泣いてる、そういうこと。やっと見たね。そうだよ。だいたいもう今やってるドラマ来週で最終回。最終回。どうもありがとう、こんばんは。やだよ、なんやもやも書いたくねえわ。最終回のロケが始まる。遅いね。ちょっと遅い。まだ7話ぐらいってこと。8とか。7月から始まるドラマもチェックしておかないとね。何個か面白そうだなって思ったやつあったけど、
真夏のシンデレラ月9、あ、次の真夏のシンデレラ出た。これが月9なんだ。7月からの。夏っぽいね。誰かそう。夏っぽい。面白そう。アンジュルムのそれね、イケも言ってた。イケも教えてくれた。あれね、なんかシュールじゃなかった？おもろかったよね。だいぶシュールな T シャツだったよね。どうもありがとう。すごい、あつおも方いっぱいありがとうございます。あれはちょっとあれだな、考えるかな。あれはちょっと考えるかな。アンジュルムさん、そう好きだけど箱推しなわけじゃないからさ、神子様コラボのなんとか、なんかとかで出たら買うけど、こんばんは、こんばんは、愛ちゃん、あー女優さん、つほうもありがとう。イサワージョのアイドル聞きたいの無理だよ。難しい、あの曲は、はい、曲は難しい。ね、山が公開まであと3日、金土日あと3日。楽しみに。山が、山が、でもね、あのね、そんなに言うてオフショットがなくてですね、服もさ2パターンしかないし、そんなに言うてオフショットがないので、どうしようかなみたいな、どうしようかなみたいなとこありますけど、見てねっていうツイートは1週間できたらなって思いますので、みんなの拡散力が必要になりますね。山川皆様の拡散力必要になってくるので、いっぱい見て拡散
有料版もよろしくお願いします。ねえ、あいさもアンジュルムさん全メンバー名前わかんない。見るときは独占、あい、ぜひぜひ。どんな感じになったんですかね、あいすもハラハラドキドキ公開されないと見れないですから、ハラハラドキドキ、心の底からしてイケメソか、イケメソか、ゆきちゃん、ぜひね、無料版のやつはもちろん毎日暇さえあれば一日何回でも開けるらしいのであれ暇さえあれば開けてもらって、有料版の方はあのなんだ、延長っていうんですかね、見続けますよみたいな延長をのやつをポチッとしてもらえてたら嬉しいです。よいしょ。ハートありがとう。ね、メンバーランキング出てるやつに有料も無料の方も入ってたら嬉しいなと思います。ぜひあと3日で公開、よろしくお願いします。みなさんよろしくお願いします。全力で相棒にもねえ、相棒にもちゃんと言っといてよ、ちゃんと見ろよ、毎日見てるかってチェックしてね皆さんも布教活動よろしくお願いします。布教を広めてください。日曜日に出るんかな、多分日曜公開です。仕事できてない、なるほどね、たくさんお願いする、ありがとう、嬉しい、嬉しいよ。ヤンマガ選抜っていうんですかね、ヤンマガ選抜目指そうね、よろしくお願いします。
50時間、おろい時間、そういうことね。50時間、24、48。こんばんは。こんばんは。献血が出ない。友達にあの無料版の方をね、無料で見れるよって無料版もあるよって布教してくれたら嬉しいよ。いい、皆さんよろしくお願いします。有料版しか買ってない。どんぐらい違うやろね。どんぐらい違うっていうか、どん何が違うやろね。無料と有料。見てみないとわからにゃい。ゾウモンありがとう。オフショットもね、ちょっとおもろいやつがあるので、それは秘密兵器的な秘密兵器的な感じで、いつ出すかちょっとわかんないけど、出そうかな。ちょっと旗から見たらおもろいみたいなやつがあります。これはまあいつからそうかなと思います。こんばんは。お楽しみに。うん。ではそろそろランキングを読みまーす。ダン。13位ゆきちゃん、12位ぴーちゃん、11位ひろたんたん、10位ひげのまずさん。9位そうちゃん、8位ビッグエブさん、7位せいがくん、6位九州ののぶさん、5位みやりんさん、4位きもいちろう、3位ピオーネさん、2位やすべえさん、1位はドゥルルルルン、サイモンさんです。ありがとう、ありがとうございます。では今日はこれにて終わります。明日も頑張りましょう。金曜日頑張ろう。ではありがとうございました。バイビー、おやすみ。